開く絵本、パパとママは気づいていないわ。ねえうさぎさん、その時計は止めておいてよね。ページの先連れていて、ここにはもういたくないの。胸の中で見る夢、幻の国、その声が私には聞こえる。真夜中の冒険にドキドキしちゃう。この続き教えてよ、夜が明けるその前に。いつまでも甘く見ないでよね。ミルクもさともいらないわよ。ねえうさぎさん、どうしたのよ最近無口ね。ページの先いつも同じ、そこにはもういたくないの。夢は見なくなったわ、悲しくはない、その声ももう思い出せない。新しい洋服はよこせないのよ、一緒には遊べない。だからアリスにさよなら。動き出した秒針、溶けた魔法が真実を曇らせてしまうの。私の中に咲いた幻の国、もう一度連れてって。私まだ大人にはならないわ。永遠の空飛ぶ鳥たちよ、今はもう見上げるしかないの。ララ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 、ママがくれたあの絵本、もう燃やしてしまった。